はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化暁ですね、投手でやっていきたいと思います。でデッキの方は、まあ、一応強化暁で使えるキャラをとりあえず詰め込んできた感じですかね。で、まあ、彼女枠のねスミカちゃんが、おすすめかって言われるとちょっと微妙なところはあるんですけれども、まあ、暁大付属の彼女ということで今回は入れてます。でポイントは、まあ、追求のねシステムが、大きく変わっているので、まあ、野手のね追求が、できるキャラをメインに入れてます。この中でね特におすすめなのはやっぱりパピオンですね。パピオンは何かの SR 選択権でこの強化暁台のためだけに取ったキャラなんで、まあ、パピオン使っていきたいと思います。で、ノゴロクもね、コツを大量に持っているので、強化暁ではかなり、役立ちますね。まあそんな感じかな。あと立川と、金徳が被らないところ、まあ、サンタの方ですけども、サンタ立川と金徳が被らないところもいいかな。まあ、他にもね風投げとかね、まあ、もちろん暁守とかも、おすすめキャラではあるんですけれども、今回はちょっとこの編成でやってみましょう。まあ、やっぱり今回パッピーよパッピー。虹谷か立川かと言われれば、まあ、追求でいろいろポジション上げたいんだけど、今回はちょっと虹谷でいきましょう。まあ、虹谷はねコツよし経験点よしですからね。コツが来てるね。パッピーか。パッピーもまあな、結構美味しいんだけど、やっぱり虹谷かな。追求しましょう。奪三振。で、そう。経験点がね、まあ、今回はね、PSR を使っているんですけども、筋力と変化球ポイントでね、58くれるんで。まあ、PSR のね50だとなんか相当経験点くれるみたいですけど、まあ、ちょっと探すのも大変だし、パッピーですね。パッピーでいきましょう。伸び骨で、パッピーもねコントロール骨と伸び骨だけなんで、まあ、最初はやっぱり余剰を倒していきたいですね。まあ、スミカちゃんもいるんでね、彼女になる前に、コントロールに虹谷だけど、ちょっとパッピーでいきましょう。パッピーのねこの技術精神49っていうのもでかいですよね。で全ての追求ができる、追求というか理解度が深まると。コツめっちゃきてんな虹谷。まあ最初は理解度上げてって全然いいでしょう。キレはね敏捷ポイントがないからね。よし、コンコツつかみましたと。どうしようかな、コンコツつかんだから虹谷はもういいか。あんまり投手だけ上げすぎてもしょうがないからね。まあ、金徳はね結構ケースバイケースになっちゃうんであれですけども、まあ2種類3種類取れれば御の字ですね。どうしようかな、まあ、練習を見つつ、そうだね、スミカちゃんもまあ上げておくのは上げておこう。追求とかでね割と忙しいんで、スミカちゃんの評価をね上げるタイミングがなかなかないかもしれないので、お守りは持ってきてます。スミカちゃんとここはパッピーでいこう。はい、ポイントゲットで友沢、ここどうしようかな。次結局追求で回復するからね、体力上限上げていきましょう。受けない。これってね監督評価が下がらないっていうのがいいよね。コントロールいいね。お、また回復。五十嵐君今回パワチャレの報酬になってますよね。まあ狙っては取りに行かないですけど、虹谷よく来るな、パピオンよく来るな。パピオン上げときたいね。ついでに敏捷ポイントも稼いでおきますか。黄色い1000円、一応
モテモテ狙いでいきますか。体力減るけど、モテモテにはならなかった。やべに頼む必要ないからな。回復しとこう。ここは、おお、いっぱいいるね。今やりたいはやりたいな。7とかもうなんかすげえ減ってんだけど、コントロールやりてえなこれ。いやー、どうしようかな。結構目先にとらわれるからね、まあ、そのタックでね経験点を稼ぐっていうよりは打倒ポイントを減らしていきたいんだよな。あー、10月か。ちょっともう1回だけ追求しよう。もうあれだね、コツは取り尽くしたね。パピオンは骨格早いね。まあいいや。あれ、これどっちだっけ、下か。スミカちゃん使うのすっげえ久々だからな。選択肢が2回あるからね。いくつ上がる、いくつ上がるっていうか4上がるか。まあしょうがない。まあ絶対余剰を最初に倒さなきゃいけないかって言われると、まあ他の人たちを見つつだね。打倒減らすこと、怒りとか9減るからね。もう怒りはねドクター系なんで、特に一番最後に残す必要もないので、まあ、みんな上がっちゃうんだけどね、最初の方に倒すと。パッピーがまたいるね。パッピー異常だな。カウントマイナス5になるのか、もうわけわかんねえな。パッピーやろう。普通に経験点美味しいからね、ここで経験点取れるでしょ。で野球帳の正体、水に流そう。で逃げ玉を取りましょう。でどうしようかな。無難に多いにするか、まあフルティーサでいこう。よし、 OK。 で追求しましょう。いやー、ほんとでかい。100入るからね、体力減らずに100だからね。ここはまだ誰も倒せない。立川のコツ、まあ急速でみんな減らしとくか。もう誰が誰だか分かんない。正直ね、誰がいくつだかっていうのは分かんないっすね。六本木が倒せる、八島、余剰が減らせるね。余剰減らしておきますか。やっぱり次余剰と絡めて誰かを倒すか。ここは余剰倒せるよね、普通にやって。三本松にしよう。余剰くんいない。そもそも余剰がいない。体力減ってるし、じゃあデートしますか。スミカちゃん、まスミカちゃんもね、カラデートがないっていうのが本当使いやすいよね。コツ、いやー、ただ幼児を倒したい。友沢か、友沢ちょっと今回あんまり活躍しなそうだな。虹谷ね、虹谷もなやりたいけど、まずは幼児を倒そう。倒せるときにまず幼児を倒す。で六本木でいいんだっけ次。まあ、最終的にはね、七と三本松は一緒に倒したいけど、五十嵐八島か。八島とかもうちょっと電光石火じゃなくて、なんだっけあっちの方投手だから、クイックの上位、クイックの上位を名前が出てこないけど、あれクイックの上位はちょっと無理だからね。先に倒しとこう。左キラーもきついからね、つくもも倒しておきたい。あー、そっか、ここでクイックが手に入るのか。まあ上にすればだけど、ただ今回ね、風薙を入れてきてないんで、風薙入れてきてればまあ良かったかもしれないけど、
どうしようかな、一ノ瀬三本松か五十嵐、碇六本木七位、ちょっと待って、もう本当わけわかんねえぞこれここはちょっとメンタルでつくもを調整しとく、もう打倒がわかんねえな、コントロールだと五十嵐か、五十嵐復活だからね、取りたいは取りたいんだよな、ここら辺が悩むよね。まあ、いや、つくもちょっと減らしとこう。あんまりカウントの高いやつがいると、後々めんどくさくなるからね。ここは、バンバッティングセンターでいっか。完全体力マックスだからね。ドクター系とか、まあ、かぶせてもいいかもしんないけど、かぶせるときはやっぱりあれだよね、複数でいきたいよねとか言いつつ、パピオンがいけんな、虹谷か、ちょっと三本松1にしとくか、友沢がまだ乗ってないね、まあ、ここは普通に精密機械を取っておきましょう。で1月の1周、ここは能力を上げておかないと勝負になるからね、よく忘れる。大吉、うおー、ちょっと待って、やっぱり技術精神がすごいな。これでね、角田がいればね、パピオンとの相性抜群なんだけどね、まあ、ちょっと角田がいないんで、スミカちゃんをとりあえず入れてきたかわいそうだけど、とりあえず入れてきた。フォーク4、守るくんと六本木、一ノ瀬とかもね、残しておきたいよ、残しておきたいよね。どうしようかな、六本木を先にぶっ倒すか、一ノ瀬じゃなくて二宮先に倒すか、どうしようかな。二宮ってなんだっけ、わからんからわからんわ、こっちもう2人倒す、わからんマジで。2位上がって、あ、二宮が上がるんだっけ、まあ行きましょう。誰だ、つくもか、今ちょっと二宮が上がってる感じか。で、あと何人、まあ、ここはフォーク一本でいこう。ちょっと怖いな、コントローラーでも B あるからね。げっ、危ねえ。つくももね、まあ、ミト C あるからね、流し打ちとかも持ってるし。げっこれ一番最初にね SR10 に入れたのが、まあ、アプリの方ですけど、つくもなんすよね。ゲー、よし、まあまあ合格ラインに行けばいいでしょう。のごろくん、のごろくんがちょっと活躍してないな。5の5でつくも、まあ、一ノ瀬は10減らせられるからね。あー、三本松と7一緒に殺せんのか。そうすると何人残る、3人残って、二宮がだいぶカウント上がるね。ここでつくもが倒せちゃうのか、ちょっと二宮減らしとくか、ここ美味しいけどな。まあいいや、ちょっとカウント重視でいこう。今回はなるべく金徳はまとめて取りたい。いっぱい上がったあれ次か、6、7が9、1の瀬、
55。うーん、どっちが来る？虹谷と野五郎くん。あ、どっちもいいや。ちょっと次マラソン休みましょう。野五郎くんか。表情強く下がったし無理です。一応コツがあるんで、まあ見とくは見とく。また野五郎くんか。ただ7位を減らしたいね。一応もう追求しちゃおう。コツをね確実にくれるんで頑張れ西谷くん。あとパピオン入れてるんでね、今回ね前に後呼んできてます。パピオンのねイベントの少なさっていうのも強みではあると思います。こういう時は、うん、7位が単独で減らせられるな。ちょっとここすげえ美味しいけど、すげえ美味しいけど7位を射程内に入れとこう。でバレンタインで回復。これどうする、どうせ回復するし火をつけとこう。変化球ポイントがねちょっと稼ぎづらいんだよね。さすがに野五郎くんとなんだっけあの二人、暁守る両方は入れらんないからな。今何人残ってる？ 1,2,3,4,5 5人全員だとは無理だろう。一応全員射程内に入ってるけどそれは無理。1の瀬と二宮残り3人になって5、あー1のせいで減らせられるからな。球速はもうすでにあれか。まあ怒り守るとか入ってればね、暁の方球速のコツも手に入るんで、まあ野五郎くんか怒り守るかどっちかっていうところだよね。3本松7位が両方倒せんのか。この2人行くか。この2人行こう。変化球レベルも上げられるし。40からの60。1の線8上がったとか言って。ただ10減るからね。これ何がいいの？よかったね、そこ。牽制か。野五郎くんさすがのタックだな。まあ一ノ瀬は単独で、まともか。まともはねポーカーフェイスだからね、まあ、そこが微妙だな。ただまともを入れないと多分変化球ポイントがね稼げないと思ったんで、でここは9位でいきましょう。重い球コツが来てる。野五郎くんか。二宮減らせられんね。二宮美味しいよな。野五郎を追求しよう。次二宮減らしておいて野五郎追求。あ、根性でね結構精神持ってかれるんで、打力強さは3でいいでしょう。伸びはさすがパッピーだな。でキレももう取っちゃおう。牽制一応残しとく。重い球はもう1で十分。奪三振か逃げ球か。まあいいや、ちょっと野五郎くん何を持ってんだか分かんねえ。把握してない。タイピン失敗しやがった。友澤マジで失敗するからね。何回もさ言うけどさガチでまともはね失敗するんだよ。立川か。うわちょっとここはデートだな。一ノ瀬をちょっと射程に捉えとこう。今のところだと3人同時に倒せないんで、
ってここはストレートですね。一ノ瀬、さらにコツが来てるね。よし、これで3人狙ってこう。あとは3人揃うのを待つだけだ。これはもうなんか何でもいい気がする。オッケー、1人五十嵐、まともくん追求しとく。変化球はどうしようかな。まあいいや、まだ置いとこう。追求、まともくんが微妙かな。まあいいや、パピオン3人2人っこー。まあいいや、やろう。技術精神、3人いたら3人やる、いないからのパピオン追求。まあ、体力回復して100だからね。はっはっは、いけ、ダメだ。ドクター系2人、いや3人きついか、やっぱりきついか。パピオン、技術と精神をくれ。次体力ないんだけど。2人、いや3人きついな。先発か。コンピューターに任せていいや。これ負けるとさ、一ノ瀬くんの評価下がる。いやすげえな、ちょっと待って、これコントロールガチで角田がいれば S1 とかにできそうだけど、変化球伸びないよね。ちょっと4にはしておくか。まあ、勝ってくれればなんてことはない。頑張ったね。一ノ瀬のカウントが1下がったところで、五十嵐回復しとこう。いつでも3人、3人ウェルカム。3人いない。3人いないな。まあ、パピオンはね、ただやっぱりタックが弱いよね。タックがどうしても弱い。まあ立川1回練習してもう1回できるよね。自然回復すれば大丈夫だと思う。まあ強化暁だからね、夢があるよね。夢が最高金徳5個だからね。俺もね、アプリの方では金徳4個取って、一応先発の一番強いやつ、暁強化で作ったやつなんで、まあさすがに金徳4個取るとなんか被った気がするんだけどね。復活あたりが被ったのかな。まあ復活被せるのはね悪くないと思います。特に重なりで復活を取るときっても絶対1なんで、まあ復活被せて、まあもう2個だよね。なんか被せるとしたらやっぱ3個欲しいよね。よし、満点、怒りくん。この60もでかいよな。漁場の評価とかどうでもいいわ。いやー、いないね。ここでただやっちゃうとな。ダブルタックか。のごろくんいるしな。次とかに備えておきたい、置きたいんだよね。いやー、デートも進んでないといえば進んでないから、いやちょっともったいないけどデートしよう。とにかく3人打倒を最優先今のところ。で6月に入ってダメそうだったらちょっと考えないといけないよね。
まあんまり余計なことはできないからね。どうする？もう一回進めとく？打倒がね、もう7月前で終わっちゃうから、その時にまとめてデートするっていうのも、この高校はありなんで、いやー、やることないな。とりあえず守備で敏捷稼いとくか。ラブパになった。やる気が下がった。2人、いやちょっともう倒すか。二宮だけ倒そう。二宮って何、そもそもいつも残らないから分かんねえんだけど。頼む必要ないよねこれ。頼まなくていいや。やる気が上がった。一人、備えよう。これは無理かな。6月の2週間もう怖いよね。もう怖い。最後一ノ瀬にしようか。いやもう一回、もう一回見る、もう一回見よう。最後まで望みを捨てないで、そうするとなんか4週とかにあれ練習にいねえじゃんみたいな感じになるんだよね。2人、1人、いがらしだな。来なかったね。惜しいね。まあ、4カウント上がったところで練習にいてくれよ。せめていたー。危ねえ。ここ美味しいけどもうやってらんないよ。スタミナかー、まあ、少し上げとく。精神あり余ってるかな。もう一、ちょっと待って、75くらいにしとくか。で、スタミナとフィニッシュ。180とか異常だよな。で、勝利の星と、まあ、ここでね、あの複数最後打倒すると被るんですけど、ちょっとそれは今回できなかったので、まとも失敗してるんだよね。精密機械なんてもう直取りディア怪物9位でしょ。ドクター K は残しておくか。勝利の星はもう取っちゃっていいよね。バント封じ、バント封じってなんで手に入れたんだっけ、もはや覚えてない。ワンタック、スミカちゃんがまだ2回残ってるんで、もうこれはサクサクサクっといきましょう。甲子園ね、優勝しないといけないからね。で、特にやることないな。マジでやることがない。精神がめっちゃ余ってんな。まあ、変化球ダブルタック以上が来たら練習する、来なかったらデートする。野五郎くんワンタックか。じゃあちょっとデートでいいや。完走させちゃいましょう。まあ普通だし、まあ内無双もねそんなに重いわけじゃないんで取っちゃいましょう。いやマジで精神あふれてんな。タイピン取ろう。で最後のなんだっけ、脅威の切れ味、これ用の敏捷ポイントとか取っとかなきゃいけないんで、
逃げ玉を取るか。打ち無双。いや、コントロール S にできんな。 S にしてもまだ精神が余ってる。技術が若干不足してきてるし、ドクター K を取んなきゃいけないからね、ちょっと技術が不足してるかな。まあ、それでも金徳は大体取ってあるんで。コツで追求しよう。パッピーか。パッピーだったらちょっとコツが欲しいね。立川、コツをもらって追求してコツをもらおう。コツがくんなかった。まあいいや。変化球44で、ここ三振にとって脱三取ろうで、ドクター系を掴むと。完璧だ。ちょっとボール弾も混ぜていかないとね。1打席勝負なんで。何、コントロール S ちょっとずれたぞ今。パワーヒッター狙ってきてんね。よーし、まあ、ここでもね50-50-50-50手に入るし、さらに脱三振のコツが手に入る。まあ、脱三はね、割ともうここの時だと5になってたりするんだけどね、今回はまあうまく、ここで5になりましたね。よし、ドクター K、玉持ちも取ろう。で、変化球か。3球種目を取りに行きますか。まあ、普通に。スタミナもなんか S まで持ってきそうだな。追求するか。ここはもう追求だね。対強打者、立川はね、対強打者っていう結構珍しいものを持ってるんで。まともだね。まともがちょっと機能しなかったね今回。タックに絡んでくれれば結構嬉しかったんだけどな。3タックとかが1回でも来てくれればまともを入れた甲斐があるというとこなんだけど、まあ、金徳も失敗してるしね。追球もそんなに来たわけではないし、やっぱパッピーだね。パッピーはね、もう俺の中では強化復活機超おすすめ。あ、友澤ここで活躍してもらおう。はい、よろしく。君は試合で活躍する人だ。割と点取られたな。まあ、せめて2タックとか来てくれ虹谷。まあ全然いいでしょう。一応追求はね、最後の最後までできるんで。球速、いや球速コツがあればまた違ったんだろうけどな。まあ野五郎くんとね、暁守はマジで両方入れらんないんで。まあ暁守はね、あのピッチャーしかないですけれども、イベントキャラなんで追求をすれば全ポジションの理解度が上がるんで、それもいいよね。3本松かミート小さすぎでしょ。さて決勝だね。頼む。うーん、来ないか。まあ虹谷、スカウトさん評価ってどうなのこれ。微妙そうではある。まあいいや。そうか、騎馬か。まあただ暁勢は強いからね。変化球はちょっと残しておこう。脅威の切れ味があるんで、金徳を取れなくなってしまったら元も子もないんで。てかそもそも金徳取れるのかっていう。
ここに勝たないといけないからね。一球。ノーアウト二塁。養生。先制のチャンスを迎えました。勝利の星ならいける。打ちました。第3球は危ない球。DD か。ちょっと無難にミート開いていこう。危ない球。ヤシマなら第5球帰ってこれる。あっとキャッチャー取れない。さあ6球目。打った。レフトへ持っていった。ヒット。3本待つもな、ミート小さすぎるからな。爆速にはちょっと合わせられない。最悪ミートで打ち上げてくれても OK。 7位はいける。7位、最近使ってないな。投球はこれから3球目。お、これは。はっきりしたボール球。カウンター3ボール。おお、フォアボールにしたね。二宮はな、まあベルチヒッターだから。普通に。初球打ちました。抑えた。余剰タッチアップ。二宮センターへの犠牲フライ。赤月大付属さらに点追加。2対0。これはポテンになったね。ちょっと点はマジで取れるときに取っとくよ。赤月大付属なおもチャンスが続きます。初球から打ってスライディングキャッチ。五十嵐もさ、よくわかんないキャラなんだよね、本当に。パワーヒッターがあるわけでもなく、ミートがでかいわけでもなく、ただちょっと使いづらいキャラっていうだけ。これは取られるか取られないか。交代したかわいそうに。もう一発狙っていこう。無理だ。このまま何事もなく終わってくれ。はい、オッケー。あ、ちなみにね、俺まだ赤月9000点終わってないんだよね、実は。これはどうかな。試合をちょっとサクサクサクっとやっちゃったからね。まあ赤月代はそれでもいいと思うんだけどね。2位、もう先発だな。スミカちゃんか。まあポイントくれますと。パッピー、いや、ここでね、パピオンがね、金徳くれるようになったのはマジでかいよね。驚異の切れ味。あ、超えた。9000点超えましたね。じゃあまずはちょっと脅威の切れ味。あ、変化球全然余ってるわ。じゃあスライダーで、敏捷ポイントがある時の変化球は俺は結構ね、手応えを吐きます。で、第2球種、余ってるんでツーシームを取りましょう。球速どこまでいける、これ。てかさ、スタミナがさ、そもそもさ100にできるよね。まあ、伸びとかも取ってあるしね、牽制取ろう、安いし。尻上がり直撮りしてもいいかな。対強打者、せっかくだから取るでしょ。あとは球速をちょっと上げられるとこまで上げる。155にしたい。で、精神が余ってる。投手を取ろう。そこから回復とか珍しいよね。まあ、対左だな。他、ポーカーフェイスはいらない。まあ、こんなもんか。いや、こんなもんだったとしてもさ、ちょっと弾道上げとこう。まあ、アベレージヒッターってちなみにさ、いくつなの ?105 も使うのか。105あるんだったらコントロールとかに技術吐きたいよね。ちょいと上げて、いいになった。という感じですね。まあ、基礎能力的にはかなり悪くないね。金徳がね、まあ、友沢失敗したのと、まあ、最後ね、まあ、せめて2種類とか取りたかったんだけど、まあ、ただね、勝利の星っていうなかなか珍しいものを取ることができたんで、まあ、珍しいっていうか、その暁では
なかなか珍しいものを取ることができたんで、まあ、能力的には、全然いいキャラになったと思います。これでね金徳複数、狙えれば、もっともっと強いキャラが、作れるので、強化暁の投手はね本当ここで、いろいろと量産しておきたいです、投手キャラを。で俺のおすすめは今のところはパピオンですね。パピオンは強化暁マジおすすめです。まあ持ってる人がねいれば、ぜひパピオン使ってあげてください、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。